洗ってこなきゃ。うん。もしもしもし、葉月、今大丈夫？っていうか顔赤いよ。エル？なんか用？ね、ちゃんと聞いてね。さっきね、夏希を見たの。あんたは友達を見かけるために誰かに電話するの？それでね、私ね、あ、夏希だーと思ってね、後ろから近づいたんだけどね、なんか夏希、白い錠剤みたいなのを持って一人でニヤニヤ笑ってたの。それって私に気づいてさ、夏希すぐそれポケットに隠しちゃったからよくは見てないんだけど。夏希はどこにいるの？一緒にいる。今服屋さんのトイレから電話してるの。有原くんと部長には電話した？二人とも出ない。有原くんは今日確かバイトだし。私も行く。絶対離れちゃダメだよ。うん、早く来てね。有原くん仕事終わるまで電話出ないと思うし。